球数めちゃくちゃ減ったんですよ。それまで二刀流でやるかどうか別として、うまいこと言うんです球団はね。夢見心地だった。気づきじゃないとダメだし、これ自慢話だよ絶対。対戦して楽しかったのは落合さんですね。牧さんさ、ずっと解説をしてるじゃん、はい、でメジャーもずっと見てるじゃん、はい、それで今大谷の話が出たからちょっと聞きたいんだけど、はい、最初大谷が日本ハムに入った時ね、まあ、二刀流って言って、はいはい、まあ、賛否両論あったじゃん、うん、でそれからまあ二刀流のままメジャーに行きました、はい、で俺はよ、その声を発することはできないんだけど、内心どっちか取るんだったらピッチャーかなと思ったの。メジャーで通用するとしたらね、どっちか取らなきゃいけないんだった、まあ、結局的に、ね、メジャーでも二刀流を今やってるんだけど、でも今考えたらさ、え、野手でもいけるんかなって、バッターでもって。そうですね、もうどっち、どう思う？いや、もう当然ピッチャーだと思ってました。で結局向こうに行ったらレベルが違いすぎちゃうんで、うん、やっぱり松井だってあんなんだから、やっぱり常時出るって長く稼げるんだったらやっぱピッチャーだよね、今まで慣れ親しんだっていう感じだったんですけど、落合さんでしたっけ、なんかバッターの方がいいなんて。あ、そう、まあ、落合さんはでもこっちだって言ったら違う方言う人ですからね、どっちかって言ったらね。そうだったかもだけども、すげえなってそういうこと言ってたななんて僕思ったんですけどね、うんうん、僕もピッチャーだと思いましたね、うん、松井と一緒でさ、最初苦しんで最終的にノーステップっていうか、はい、ね、結構スタンス広いじゃない、うん、あの今はあれでいけると思うの、あ、スタイルをね、はいはい、だけど今大谷26、7、8ぐらい、はい、26、まあ、30ちょっと過ぎぐらい、35ぐらいになった時にどう変わっていくかだよね、あのスタイルね。そうそう、まあ、それまで二刀流でやるかどうかは別として、なんとなく今のままは難しいような、当たり前だけど感じがするよね。まだ大きな怪我がまた転機になって、うん、どちらか選ばなきゃいけないとか、なるかもしれないし、うん、肩肘やっちゃえば、まあ、野手になるかもしれないし、まあ、ピッチャーとしてはでも去年後半のピッチング見てたら非常に良くなったんですよ、うんうん、で何が良くなかったなったって言ったら、ものすごくテイクバックちっちゃくしてるんですよ。うん、そんな感じがした、はい、ダルビッシュもそういうところあるよね。だから僕が3年目に気づいたっていう、先ほど話したような、うん、本当テイクバックを急に小さくしてから後半ものすごいまとまりよくて、ピッチング球数めちゃくちゃ減ったんですよ、うんうんうん、要するにもう多分彼も気がついたと思うんです。僕が思った3年目に気がついたやつ と大谷今気づいた、もうこれだって三振いくつ取ったって160何キロ出したってそんなに向こうじゃ話題にならないですから、うん、だったら球数少なく勝てるチャンスが多いピッチングってこれだよねっていうのを後半からやりだしたんで、僕今年は大谷に関しては当然ホームランも期待してるんですけど、ピッチング期待してます。2桁確実に勝つんじゃないかと思ってます、うん、去年の投球ができれば、あれ自分で気づいたんだろうね、多分メジャーリーグのコーチでそんなこと教えないよ、言わないですよ、そんな怖いから向こうも言わないですよ、うん、直接やっぱり気づきじゃないとダメだし、やっぱり理想論とやっぱり現実と照らし合わせたんだと思うんですよね、うんうん、あと馴染みっていうか肩とか肘のその手術明けって馴染んでくるんですよ。僕らも骨折したりしてすぐに良くならないんで、投げていってだいぶこう、あ、もうちょっと力入れてもいいんだとかっていうことが分かっていてピッチングって良くなっていくんで、だ多分彼は4月ぐらいは試してたと思うんですけど、もう8月ぐらいなんで体が馴染んできたからピッチングスタイルも変えたりだとか、うん、テイクバックをちょっと小さくして投げても強い球投げられるようになってきたから、そのスタイルに変えたと思うんですよね、うん、なら彼なんかは、まあ、どっちでも楽しませてくれるし、うん、今年はナショナルリーグも DH になるんで、要するにインターリーグ交流戦のところも今までは試合出れなかったのに出れるんですよ、イコール、まあ、30試合ぐらいはあるらしいんですよ、うん、そうすると打席数がめちゃくちゃ増えるんですよ、うん、増えるね、これでかいですよね、うんうん、だからちょっとホームラン数は確実に増えそうですね、ただやっぱり向こうもちょっと最初のうちはもうしょうがなかったけど、後半結構対処してきてたんで、あの量産体制が今年も最初からいけるかっていうのはちょっと疑問ですけどね。2年続けるってやっぱ大変だもんね。いや大変ですよ、だからメジャーリーグってすげえ選手はいるけど急にもう辞めたりだとかって、多分もう
お金稼いだのもあるんでしょうけど、自分の高の見極めみたいなのも結構早いですよね。結構みんな早めにさっと辞めちゃう人いますよね。現役中にさ、一番すごいなと思ったバッター誰？落合さんもしてるよね。落合さんは僕は結構そんなに打たれてないんで、打たれてないからそういうイメージがない。いやだけどやっぱり音が違うんですよ、あのバットの当たった音が。やっぱ落合さんはすごいなと思いましたよ。そんなに打たれてないし、僕はもう一つ本当覚えてるのは、あの人セーフティーバントした感じ、僕の時にこうやったんですよ。それ自慢話だよ絶対。びっくりしました、うん、落合さんこうやってやって、うん、こんなことやって、行こうとしたから、そんな嫌がってんのかなと。嫌がってる。まあ実際中日から巨人来た時に、うん、お前なんであんなあれしてんの、もっと自信持っていけよってよく言われました、うんうんうん、だから、まあ、落合さんは僕のことあんまりこう得意とはしてなかったと思うんですけど、うん、でもやっぱり僕はやっぱり対戦して楽しかったのは落合さんですね、やっぱね、うんうんうん、どういうふうに抑えようとか。だってあの当時のもうナンバーワンだもんね。ナンバーワンです。もう全然音も違うし、スイングスピードだとかやっぱりちょっとこう規格外な部分があったんで、うん、まあ、そこはやっぱり楽しかったですね。やっぱりそういう掛布さんとか、うん、バースさんとか岡田さんもそうですけど、ああいうこうなんかすごいこう人たちと対戦するのって僕らも楽しかったんで、本音からすると、まあ、で対戦したくない方がいいんですけど、抑えた時のやっぱり満足感とかそういうものは得られるんで、だそういう人たちはやっぱりこう名前ポンポン出ますよね。山本浩二さんだとか衣笠さんだとか、やっぱり僕らが 入る前からのスターだった人たちと対戦して、そう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 、実際抑えたりすると本当に嬉しかったし、ピッチャーじゃなくてもね、守ってても、例えば掛布さんの打球が自分のところ飛んできて取ってって、なんか違うんだよね、こうガッて、あ、なんとなく違うの、掛布さんのボール取ったみたいなのがどっかにあって、 それ言ったら岡崎さんだってこうパッと見渡したら篠さんいて、原さんいて、送球するのは中橋さんですから、おかしかったよね。おかしいですよね。でさ、キャッチャー山倉さんやろ、中橋さん、原さん、篠さん、松本大さんとか阿久津さんとかいるわけじゃん。みんな、まあ、当時1億円プレーヤーとかあんまりいなくて、まあ、4000万とか3000万とかいう、もう10分の1だよね。4億円とか3億円の今でいうレベルの選手ばっかりじゃん周り。俺当時360万だからね、給料。僕も2年目300万もいってないですから。そうでしょ、だって昔そうだもんね、はいはい、昔だって1000万円プレーヤーって言ってたもんね。そう、1000万円いったらすごいって言ってたもんね、うん、僕も新人王を取っても1000万いかなかったですね。2年目に新人王を取って3年目の時に300万円から900万円ぐらいになっただけかな。うまいこと言うんです球団はね。2年連続とか3年連続やって一流の、もううちは認めるみたいなことを言ってましたから、うんうん、あれうまいこと言ってたなと思って、うん、今だったらね大変ですよね。大変だよ。だって上がっちゃいますもんね、うん、新人王なんか取ったらね、うん、本当に10分の1ぐらいのレベルでやってたから、もう本当にもうなんていうの、夢見心地だった。最初試合出始めた後楽園の時代は、はい、篠さんとか原さんに声かけられて、中橋さんに投げるのよく俺イップスにならなかったなと思った。3年目にね、初めてグアムのキャンプにね、まあ、抜擢されたんだ、はい、吉村はまだいない、1年目はいないと思うんだけど、多分野手で最年少だったと、はい、いきなり俺篠塚2世って言われてたの最初ね、はい、右投げ左打ちだって篠さんの真似してたから。でキャッチボール篠さんとペアや、キャッチボールはいいんだよ、こうペッパーってあるじゃん、こう投げてポンって打つやつ、はい、もうあれでイップスになったの俺、篠さん。まあでもどこでも返してくれそうですけど、いやどこでも返してくれるけど、なんか俺3年目だからね、まだ20歳ぐらいで、だから篠塚さんとか原さんとか、中畑さんってさん付けできるようになる、なった時って、はい、まあまあ近づいてから、ね、うん、もっと遠い時は呼び捨てじゃん、あ原だ、篠塚だ、はいはいはい、あ中畑だってファンだから、心理がそういうレベル、それからさんって言えるようになったら近づいてからよ。まだそこの狭間にいる時に、うわ俺篠塚に投げてるとか思ったらもうおかしくなって、ガムでイップスになったの。あれ昔ガムが半分2週間で宮崎2週間だった、はい、ガムが終わって宮崎に帰って、帰る時に2軍に落とされたの。ガムは1軍のキャンプだから、はいはい、で宮崎で
今度ペアが三井さんになったら治ったの三井さんも三井さん自体がイップスでしたからね三井さんはねイップスっていうかね三井さんもかわいそうなんで三井さんはそれ先輩にやられたらしいと思うライトで送球して2メーター手前に送球したんでしたっけこうドーンってワンバンここに投げたっていう違う違うこうライトに投げたあホームに投げた向こうに投げたんですかそうそうでも三井さんね三井さん一回調べてもらうとね昔のスコアラーなんですけどねいやいや三井さん今度ぜひこの番組出てもらってね、うん、僕と一緒にお話あのデーブのチャンネルも出てましたねあ三井さんでも ね本当に優しい人で俺より年から1個上なんだけどもう本当に東京に出てきて右も左も分かんないあの川崎の寮の時に、はい、もうどこ行くのも三井さんの俺金魚の糞みたいについて行ってあそう練習もそうだしペアだし休みの日に買い物行くのも三井さんについて行ってここで高級ここで買い物しろずっと高級ありました、ね、新宿高級行ったやろ高級行った、ね、で上り戸だ向こう側か遊園だって、まあ、近場の時はねここの洋服屋でここの散髪屋でってここの全部教えてもらった寿司屋はここだとかそう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 